皆さんこんにちは。それでは今からですね、日曜ボキ二級三級平岩の効率よくですね合格する方法ということで、まあボキのねガイダンス動画ですね始めさせていただきます。お時間ね三十分から四十分ぐらいいただいてボの方のですねガイダンスとなりますのでよろしくお願いします。はい担当しますのレックス新講師の影山と申します。よろしくお願いします。はい。 でえーまあ、この動画を、ね、ご覧になられている方は、まあ、これからこう日照簿記検定ですね、まあ、3級2級合格をしようと思われてこの動画をですね視聴されている方が多いと思いますけれども、えーまあ、ここ最近というかですねこの2021年度から、まあ、日照簿記の試験形式が変わり まあネット試験なんかが導入され、まあ、少しですねこう今までと勝手が違うということになりましてで今までのことですね、えーまあ、特にこう知らない方はですねそこまで気にする必要がありませんけれども、まあ、過去に、ね、日照募金って受けられたことがある方とかはですね少しこう勝手が違っておりますので、えーまあ、そういう点も踏まえてですね、まあ、日照募金3級2級ですねどうですね立ち向かっていったらいいのかなというところですね簡単にお話しさせていただきます。ははいで使っていきますのはですすのののででねねこちららレレッックのパンフレットをです、ねえー、見ながら 説明の方をさせていただきますので、まあ、お手元にですねパンフレット資料がある方やですね、えー、まあ、ネットの方でデジタルパンフレットなんかをですねご覧になられている方はですね、えー、そちらを合わせてこう見ていただけるといいかなと思います。はい、えー、それではですね行きたいと思います。でまずですね、まあ、今お話した通り、まあ、2021年度からですね、えー、まあ、この二重保険定の試験のですねやり方。 方法っていうのが少し変わります、まあ、2020年度も一部ですねもうあの先行して導入はされているんですけどもネット試験というものが本格化していきます。でそれに関してですねこのパンフレットの4ページの方をですね開けていただけるといいかなと思いますのでパンフレットの4ページで2正目検定試験の概要というところを見てくださいはい。 でまあ、日照あ日商ん定の、ね、受験資格が特にないですよというのはです、ね、従来と変わらないんですけれどもこれ4ページの下の試験スケジュールというところここちらに目を向けてください、はい、この試験スケジュール今まではです、ね、日照ぼっけん定2級3級含めてです、ね、6月、11月、2月年3回の受験。 チャンスしかなかったんですけれどもまあこういったですねこのコロナの影響を受けていろいろとですねこう現場に行かなくても試験をですね受けられるような、えー、状況をですね作りましたまあ、現場に行かなくてもといってもですねまあ、一応あの出ていかなければいけないんですけれどもまあ、ネット試験といって決められた場所でですねこうネット上で試験を受けるっていうですねシステムが導入され、えー まあ一応今までのですねスタイルでペーパー試験もあるんですけれどもおそらくこれからの主流はですねネットの方のですね、えー、まあ試験ということになるのかなと思いますでこれはですねまあ、決められた場所に行けばいつでも受験することはできますはい4ページの下見てくださいはい、えー、まあネット試験と統一試験とありまして統一試験というのがですね今までと同じですね6月11月2月年3回実施されたペーパー試験なんですけれども、えー、それとは別にネット試験ということがですね、えー、設けられ で、これはですね。試験センターが定める日時において、まあ、随時まあ、言ってみれば、いつでも受験することができるというところになります。はい。でまあ、会場はねこう選んでいかなければいけないんですけれども、やっぱりね。1度に返してまあ、密になってしまったらっていうところから、おそらくこのネット試験という発想が出てきたと思うんですね。はい。 でで、まあ、決められたセンターです、ね、試験センンタターーすね試験これはまた商工会議所のですねホームページなんかに載っているのでそこを見てお近くのですね試験センターに行き、まあ、ネットでですね随時こう試験を受けることができるんだと思ってください。はいで、えーまあ、基本的に統一試験ペーパー試験とネット試験はですねあの両者の整合性を取るために、えー、同じようなですね形式同じ実施時間同じような難易度 ということになっておりますので、まあ、今までですねペーパー試験の方でここ最近2級が非常に難しいとかっていうふうにですね言われていたと思いますしまあ事実上ですね2月の、まあ、2020年2月のペーパー試験のですね2級っていうのは合格率がですね東京でまあ9%台ということで非常にねこう低い合格率だったんですね、まあ、非常に難しい内容でしたがネット試験の方はですね比較的合格率が高いようでさっきもお伝えした通おりネット試験はですね2020年 2020年の12月から、えー、導入されているんで、ね、なのであの実はネット試験の方はもう始まってはいるんですけれども、ね、ペーパー試験と比較してネット試験はですね非常にこう受かりやすく適正なね水準ということになっているようで、えー、そう考えるとですねこれからまたペーパー試験はですねネット試験とこうですね釣り合いが取れるような試験にすると、えー、言われておりますのでおそらくあのペーパー試験のほうもですねこう今までみたく 難しいっていいいとうもののはそんなななに出ないのかなと思います、はい、で、えーまあ、ネット試験ペーパー試験ありますけれども、ねまあ、両者ですねこう,うまくこう使っていって、まあ、合格を目指していただければというところでまた、ね、具体的には後でお話をさせていただきますけれども、まあ、このネット試験というものが2 0 2 1年4月からあごめんなさい4月からではないですね2020年の12月から導入され。 で統一試験の方もですねそれに合わせるスタイルに本格的に2021年度からですね変更されると思ってください。はいであのネット試験の方はですねまあその名の通りですけれども試験センターに設置されているパソコンですねここで問題を解いていくというところになるので。 あの今までですねこうパソコンで問題を解くっていう機会に慣れていない方も多いと思いますけれどもまあ事実上ですねそのパソコンで問題を解いていかなければいけないということになってしまっておりますのでまたそれについてもですねレックは少し対策は立てておりますので後でお話をさせていただきます。はい、でまあ申し込み手続きなんかもねここやり方書いてあるんで。 またねこちらについてはパンフレットであったりだとかね商工会議所のホームページを見て、えーまあ、ネット試験の申し込みだったりだとかですねペーパー試験の申し込み、えー、受験に関してるですね注意事項や受験料なんかは確認をししてていいただければと思います、はいえー、そして内容的にはですねその上のところを見てください。えー、今までですね3級も2級も試験時間は2時間120分だったんですねペーパースタイルの時はですね2時間120分だったんですけれども。 まあこのネット試験のへのですね移行というかネット試験の導入を踏まえて受けてペーパー試験もですねネット試験も試験時間は三級六十分の二級九十分に変更されました変更されましたですかはいですのでまあ試験時間はですねまあ一 2級であれば30分短縮3級であればもう半分ですね2時間のものが1時間のものになるということですから、まあ、非常にこうね集中力も保てるような時間になりますし、まあ、受験しやすいようにですねおそらくこう工夫されて時間もですねこう圧縮されているんだと思っていただければと思います。はい、で合格ラインはですね今まで通りですね3級も2級も70点以上で。 で2級の方は配点として商業簿記が100点満点中の60点の配点が振られており工業簿記が100点満点中の40点の配点が振られております。はい なのでこの辺りの合格点であったりだとか商業業簿簿記記と工のの配点の割合なんかは今まででと同じですでまだね学習を始められていない方はね工業簿記が何だとか商業簿記が何だっていうふうに思うかもしれませんがあの2級になるとですね簿記のです、ね、種類が2種類増えて、まあ、1つの試験で、えー、まとめて実施されるんですけれども分野として商業簿記っていう分野から60点分出題され工業簿記という分野から40点分の出題があると思ってください。 はいまあ、このようにですね、えー、試験の方がですね、えー、大幅に変わったので、まあ、レックのカリキュラムとしても少しですねこう変えて、えー、カリキュラムを組むようにしましたでそれがですねまあ目玉としてなんですけれどもこのパンフレットの10ページ11ページを見てください3級講座からねちょっといきたいと思いますけれどもネット試験は、ね、いつでも、ね、受験することができるんで。 この丸の丸番の、えー、安心の視聴期間ということで今まではですね基本的にペーパー試験の6月11月2月というね年3回の試験というものを考えていたので講座を申し込んでからですね6月の試験まで例えばですね、えー、時間が短かろうが長かろうがつまり、あ、同じ料金で同じ講座をね、えー、受けるということになっていたんですよね。例えば6月試験のために4月に申し込まれた方も5月に申し込まれた方も、ねえー、6月まで時間がある方もない方もですね えー、まあ例えば料金なんか同じだったわけですよ。でも今で、ね、もうこのネット試験が始まると随時いつでも試験を受験することができるので、えー、この講座の方もですね、どの試験に向けての講座っていうスタイルじゃなくて、申し込んだ日から三級であれば百二十日間聞けますよっていう、えー、講座受講スタイルに変わりましたね。安心のお視聴期間ということで、ね、まあこれですね、いつ申し込んでも三級であれば百二十日間の配信になります。 はい、なので、まあ、自分の設定した目標試験からこう逆算して、まあ、4ヶ月前ぐらいから勉強開始するとかっていうことで、えー、3級の講座をですね、えー、こう受,験受講されることができますしこれ2級になるとちょっとページ進みますが。 2級は14ページ。2級になるとですねあの、受講期間が少し長くなります。まあ、内容としてもね、難しくなりますので、2級の方はですね、いつお申し込みされても180日間、つまりまあ半年間ですね、配信されると。申し込まれた時からですね、半年間の配信になります。そ、ね、れで、そのあたりをですね、こう逆算して、 自分でまあ半年後の二級合格を目指すんであれば、そこから逆算して半年前に講座を申し込んでもらえればいいのかなと思います。でもね、あのまあ三級が百二十日、二、えー、級が百八十日の期間で、まあ、勉強するという設定に講座自体はなっていますけれども、まあマックスで考えるとね、もし万が一あの落ちてしまった時に、えー、もう一回聞くっていうことができないと思いますので、えー、まあ目標とするね、えー、試験よりもだいぶ余裕を持ってねあのこう申し込まれた方がいいのかなと思います。はい。 で、えー、あとはですねこのネット試験対策というのもですねカリキュラム上ありまして3級も2級も両方ですねこの、まあ、レジュメでいうと11ページですかね、えー、レックのですね、えー、システムで本番と同じようなですね雰囲気でネットを使って問題を解くことができます、まあ、本番と同じようなスタイルのね、えー、問題を解くことができます。ので なんでまあ普段は紙に勉強していてもですね、やっぱりいざ、ね、ネットで端末上で試験を受けるとなるとあのなかなか思うように、ね、勝手が進まないっていうことも当然ありますので一応ね本番の予行演習としてネット試験っていうものをですね演習した方がねこれは確実に合格に近づきますのでレクノでもですねそのネット試験で勉強できる環境を整えました。はい。 なのでこのどねこの,ウェブの模試というものはです、ね、何度でも受験することができますので、えーまあ、ここは、ね、内容というよりもとにかくあのパソコンの操作は慣れるということですね。ふ、まあ、普段パソコン使われている方もですねやっぱりその問題に解きながら端末に入力してで回答を進めていくという作業はあまり経験がないと思うんですよ。だからもともとパソコンができる方できない方というところは別にしてネットで募金の試験を受けるとどうなるのかということを体験する必要はこれ絶対ありますから。 はい、なのでそのためにもう3級も2級も、えー、ウェブの模試があるんで、ね、これは必ず、まあ、少なくとも1回はで、えー、1回以上不安な方は何度も何度も受けてみてください。ねはいまあ、これね3級だと11ページにありまして2級だとまあ15ページに書いてあります。あの内容として書いてる内容は同じですけどねあのネット試験をこう体感できるんで、えー、まあこの辺りがです、ね、この今回検定試験の改訂を受けて でも講座の方ですねいろいろとこう変えていった大きな特徴ですね2つ視聴機関が特定の、ね、試験を狙っているっていうんではなくて申し込む時から120日180日聞けますよっていう部分とあとはねネットの操作をなれるためにウェブの模試があるんですよということで、まあ、その2点をですね一つまあ特徴として捉えていただければと思います。はい、でまあ実際本題はここからなんですよね。 えー、2級と3級をねこう同時に合格していきましょうということで、えーまあ、どういうね戦略でいくのが一番いいのかっていうところだと思うんですよ。でもう、ね、今はですねあのウェブでいつでも受けられるんでわざわざこう2級と3級を同時に受ける人だってらのは全くなくこの「簿記」という科目の性質上3級級をを飛ばして2級を受けるってことはまずできるんだけども物理的にはできるんだけどもあの合格はできないですよ。ね 2級の内容っていうのは3級の内容を踏まえたものになっています。なので3級の内容が分かりませんとか3級を一切勉強しておらず2級の方を先にですね、えー、勉強して、えー、そして試験を受けるっていうことは、えー、まず無理だと思ってください。ね、はいなので まあ学習の順序としては必必ず3級から勉強すすするというですね、えー、必要がありますそして以前であれば6月の試験に3級と2級一発でえ両方ともね同時に受けて両方とも取っていきましょうっていうようなえ戦略もあったんですけども別にこれをやる必要はないんですよ。ね、試験が年に3回だけじゃないんで年に3回だったらね まあ、6月の試験で2級3級一発で受かりましょうとか11月の試験で2級3級一発で受かりましょうっていうですね、えー、スケジュールを組んでやっていく必要があったんですけどももういつでも受けることができるんでまずは3級から。トライすればいいんです,ですかまずは3級からで3級のね学習期間が一応講座自体は120日で設定されていますけどもおそらく120日もかかりません要は4か月もですね学習期間いらないですす本気でで勉強すれば2週間でいけます。 ね、ただまあそれはね、あのー、学生さんであったりだとかあとは、ね、学習にこう専念できる環境の方で普段ですね時間をすごく確保できる方が前提になります、えー、本当にね普段勉強を中心に、ね、生活をするっていう方であれば2週間頑張ればでさらに言っちゃえば本当に本気であれば1週間で産休は受かります、えーまあ、絶対受かるっていうのはちょっとなかなか言い切れないところがありますけどもやっぱり人によって1週間ぐらいの勉強で受かってるっていう方もいますんでね だからそれはその2週間本当にね本気で、えー、もう1日ね、えー、寝る時間以外は勉強をですね、えー、やっていくというところにはなりますまあそれぐらいの短期間で受かる試験なので、まあ、120日っていうのは、ね、その万が一落ちてしまった時のですね次の試験や次の次の試験なんかを踏まえての視聴期間だと思ってください。ね、なのでまあ 一週間詰め込んでやって三級買ってもすぐ抜けちゃう可能性があるんで、その一週間とか二週間で頑張ってですね詰め込んで受験するっていうスタイルは個人的にはお勧めしません。ね、まああの一、ー、ヶ月とか二ヶ月ぐらいの期間を考えて受験するのが一番いいのかなと思います。一ヶ月とか二ヶ月ぐらいの学習期間、ある程度まとまった学習時間を確保できるのであれば一ヶ月、ねえー。働きながらあね少しこうのんびりじゃないですけれども。 隙間時間を使って学習を進めていきたいという方は2ヶ月ですねかけても3ヶ月だと思いますこれ120日ならさっき言った通りかけすぎですね時間的にはかけすぎなのでもし1回目のね、えー、受験であの落ちてしまった時にもう1回聞きたいという時にですね余裕分を絶対残しておく必要はあると思ってくださいはいですのでお話した通り、えー、まあ時間が比較的ある方は1ヶ月 で社会人などの方で、えーまあ、時間はあまりないと、えー、普段ね仕事終わってから少し勉強を続けていってっていう方は2か月、ね、でもっと、ね、ゆっくりゆっくりですね問題集もやりながら完璧にで時間もそんなある方ではないという方であればマックス3か月だと思ってくださいでも3か月は気本かけすぎだと思ってくださいなので1か月でした2か月の中でまあ別に1か月半とかでも全然いいんですよ1か月半とかね2か月半とかでもいいんですけれども、まあ、およその目安として1か月2か月っていうところで産休を受けるですねはい でその後、まあ、2級に進んでいくとですかその後2級に進んでいくというスタイルがいいかなと思います。でさっきも言った通りですねその1週間や2週間で受かることは可能だと思いますけれどもそこで詰めてやってしまうと2級の学習をした時に3級の部分抜けちゃってるっていう部分も結構あるんですよね。ですかこのまま2級の級学習を継続していう部分も結構あたり、まあ、一応この動画はね。3級と2級閉という方、ね、を前提にさせている動画ですので。 なので3級の勉強がねあまりにも早いとですね2級受ける時にやっぱり支障が出てしまいますのである程度3級の内容を確実に飲み込んでいくためにやっぱり1ヶ月2ヶ月っていう期間は必要になってくると思ってください短くても1ヶ月は必要かなというところですねそこで完璧に3級の内容を抑えていかないと2級に支障が出てきます逆に完璧に3級の内容を抑えていくと2級はかなりスムーズに入っていくことができるんですね,なのでね こうやたらね徹夜でやってね受かればいいやっていうものではなく2級っていうことを見据えるんであればある程度のこう期間をもってして、えー、受かるように、ね、スケジュールを組んでください。ね、でその後二2級です。2級はですねまあ動画としては180日申し込まれた時から180日間ですね半年間聞けますので、えーまあ、なんとか、ね、2級はその180日の中で、えー、受かっていただきたいというところで、えー、2級の方はですね まあ3か月ぐらいまあ早ければ2ヶ月でもいいかなと思いますけれども、ねえー、2ヶ月から3ヶ月ぐらいのスパンで、えー、考えていくと。ので、まあ、ある程度こうね日々学習にですね多くの時間を費やすことができる方であれば、まあ、2ヶ月から2ヶ月半ですかね2ヶ月から2ヶ月半。 で社会人の方でなかなかねちょっと学習の時間に、えー、学習時間っていうものをですね多く割くことが厳しいよっていう方は、まあ、3か月から4か月ぐらいということを考えていくといいかと思います。はい でえーまあ、最終目標がどこなのかにも、えー、よりますさらにこう1級だとか会計士だとか税理士を目指すという方であればやっぱり2級も着実に力をつけてそのね付け焼き場の一夜付けとかっていうところで点数を取っても意味がないので、えー、ある程度長い時間を想定していく、ねでまあ、2級だけ取れればとりあえずいいやっていう方はね、えー、まあこれはね言い方はよくないかもしれませんけれども,も忘れてしまってもですね、えー、本当に2級だけっていうことを取るんであれば、まあ、問題はないんですよね。 だだ別に2級だけ取ってねそれ例えば実務で使えなかったら意味がないわけですからそのやっぱりね突き焼、えー、けば一夜漬けっていうのはね、えー、望ましくはないですけどね。はいまあ何のために2級を取るのかっていうことを今一度ね考えていただきたいという、えー、ところにはなります。でね やっぱり短くてもやっぱ3か月ぐらいはねもけていかないとやっぱ実力がねつかないので、えー、そして3級に比べるとやはり2級の難易度っていうのはですねぐっと難しくなりますんで、えーまあ、3級1か月で受かってよかったっていう方もですねやっぱり3倍ぐらいの時間は一つ見込んでいただきたいなとは思いますしそれぐらいはかかると思ってください。ねはい、なのでそこをねこう見据えながら180日っていうですねこう受講期間を考えて講座をねこう申し込んでいくっていう戦略を練ってください。 はい。 かねえーまあ、3か月4か月かけて2級に合格できればですねあの十分に実力がついて合格しているということになると思いますので、えーまあ、その後のです、ね、実務について使える内容であったりだとか、まあ、ふんだんに盛り込まれているので、まあ、実務上役に立ったりだとかあとそれこそ、ね、1級とか会計士講座とか、ね、税理士講座とかまあそれで会計士試験税理士試験を目指すっていう方もですね、えー、3 4ヶ月かけてて級級を、ね、合格されればあ今2級では連会会計といって会計とっ士講座会計士試 試験だったりだとか一級試験でもね頻繁に出てくる難しい内容の基礎的な部分を勉強していますので、えー、それに関する足掛かりを掴むことも十分にできます、ね、はい、えー、なので、まあ、ある程度こうね焦るんじゃなくて時間をね少しかけて、えー、受かっていただきたいかなと思います、ね、はいで,ですかこの六ページに三二九パーフェクトパックというのがありますのでこのね三二九パーフェクトパックを 申し込んでいただくと2級の方は申し込まれた日から180日で、まあ、一応半年間で32級ですね、えー、同時に受かってしまいましょう、ねえー、半年間で一気に受かってしまいましょうというカリキュラムにはなってきます。ね、なんでまあ,あその場合はね3級は2か月弱ぐらいの、えー、学習期間でで2級は4か月、ねまあ、全部で180日なんで、えー、3級2か月弱2級4か月弱。 ただあの実際ね、えー、万が一落ちてしまった時のフォローアップのです、ね、期間っていうものを考えると、えーまあ、3級は1ヶ月半ぐらいで,で2級は3ヶ月半ぐらいでこう受験していってでもしダメだった時に、まあ、1ヶ月間そうすると2級フォローアップ聞きますんで今5ヶ月ですからね3級が1ヶ月半ぐらいで、えー、2級が3ヶ月半ぐらいでで合計5ヶ月で,で、えー、もし駄目だった場合はさらにですねもう一回2回講義を聞いて、えー、またねその1ヶ月の間で2回3回受けて、えー、もらえればいいのかなと思います。 はいまあ、さっきも言った通りですねある程度こう2級の学習に時間をかけていけばあの万が一落ちたとしても内容としては相当程度身についているはずですからあの、まあ、復習してね何がいけなかったのかっていうことを反省してもう一回トライすればですね比較的早い段階ででで受かるることはできるはずですあのネット試験は何回でも、ね、受けられるんでその、ね、回数制限ないので。 まあ落ちてしまっても次とかねその次とかその次とかですね、えー、結構短いスパンでパンパンパンとですね受験していただければ、えー、まあそのタイミングで合格はできるかなと思います。まあ、それはねもともと日記の内容ある程度時間かけて勉強していきある程度日記の内容が身についているよっていうことは前提になってきますよ、ね。だ 落ちてしままった時にまたにですね一から復習したりだとかっていう時間がかかってしまいますのでポイントはねそのネット試験で何回も受験できるから、えー、勉強をね、えーまあ、いい加減にやるってことはないと思うんですけどもその力の入れ具合として、えー、そんなに1回目の受験の時に力を入れないっていうんじゃなくて1回しか受験できないっていうスタンスで1回目の受験をメインで考えていくのが短期合格のコツになります。ですか まあ二回三回四回受験できるからまあとりあえずね乗られくられとやってってやっていくといつまでたってもかりませんからねとにかく一回目の受験というところを一つですねメインターゲットに据えるようにしてください一回目の受験これがポイントですよ一回目の受験を、ね、メインに据えそこまでにある程度時間をかけてじっくりとね力をつけていけば万が一落ちたとしてももうすぐね試験受けられるんでね落ちてしまった時に だからもうね間髪入れずに何回か受けていけばその中で受かりますからはいだからポイントは1回目ですよこのネット試験の弊害というのはいつでも試験を受けられるんでこう気持ちが乗っていかないっていうね、えー、そういう弊害はあります今までのペーパー試験年3回っていうですね試験は年3回しかないですからそこにピーキングを合わせるしかないんで、まあ、イヤがオーでもですねそこに向けてまあ本気になるわけですよ でも、ネット試験はそれがですね本気になりづらいのでもしねこう自分を奮い立たせるのがですね少し苦手だとか、えー、気分が乗らないって言うんであればまずその統一試験、ペーパー試験年3回やるペーパー試験を一つ、ね、目標に置いていくのがいいかと思います。これですね特に初回受験は。ねまあ、そうすると気持ちのね乗っていき方がおそらくネット試験よりはのあの気持ちに乗せることできると思うんですよ。ペーパーパ試験を、ね、前提に考えていくと それでまずはねその気持ちの乗せ方とかですね1回目を中心に考えるっていうスタイルでいくんであれば個人的には1回目の試験っていうのはペーパー試験で受験するのがいいかと思います。でダメだったらあとはネット試験でバババ,バッと受けて、ね、その近いタイミングで受かっていくっていうね、えー、戦略がこう一番スムーズにいくかなと思いますね。ししかもネット試験だと自分が目指していた 試験日程がちょっとここ勉強間に合いそうにないなって思ったらずらすこともできちゃうわけですからねまあ、受験料ありますんでその受験、えー、料を、ねえー、払い込んだ後だとまあ、お金はもったいなく損をしてしまうことになるんですけれどもただもうちょっと前段階でまだね えー、勉強がうまく進んでいない,い,な,いなと思ったらあの、ね、その試験を、ね、後ろにどんどんずらすこともできますが一応ペーパー試験だと後ろにずらすといっても半年とかね4か月とか先になってしまってずらしにくいっていうですね心理は働きますので、えー、なのでまあ繰り返しになりますけれどもやっぱりその自分を奮い立たせて本気になるっていう意味で1回目の受験っていうのはペーパー試験を受験するっていうスタイルの方が目標としてはですね向かいやすいのかなと思いますし最終的にそうやって本気になっていけばね、えー、合格する可能性も高める ことはできると思いますのでまあ、ぜひねちょっと参考にしていただきたいなとは思いますはいまあ、あとはネット試験だとねその PC 操作っていう部分が加わってきますので、えー、本当の簿記の実力に比べて別の要素で合否がですね少し影響を受けてしまうっていう側面もあります、ね、はいあの非常にねあのまあ合格されてる方多いんですけどネット試験でただやっぱり解きづらいかなと思いますねこのネットというね画面を見ながら問題を解くっていうことに慣れていないとね えー、通常ねここまでっていうのは基本的にですよ、えー、小学校から、まあ、紙ベースで勉強するっていうねあのそういう風習ですからね日本は古くから、まあ、このあとですねおそらくこういうネットで勉強するとかそれこそね、えー、この iPad みたいなです、ね、端末で勉強するっていう流れに多分なっていくとは思うんですよ。 まあこういったコロナっていうものをですねきっかけにですねそういう動きが加速していますのでまあなっていくとは思うんですけどもただ現状ですねここまでこう小学校とか中学校とか高校で学習されてきた方はおそらくですね多くの方はもうウェブではなくて紙ベースのですね学習環境だったはずなんですよあの違う方がいたら申し訳ないですけどもねなのでそのねずっとここまでですね、えー、十何年とかね学習されてきて、えー、で紙ベースっていうものに慣れてしまっていきなりそれがネットってなると多分ね結構戸惑う方も多いと思うんですね。 まあそういった意味でこのレックのウェブ模試もあるわけですけれどもただやっぱりその別の要素が絡んでくるとなかなか合格っていうところもね例えば本当にあと1点あと2点で合格できたっていう方はそらくですねこれ紙ベースだったら合格できてる可能性も全然あるわけですよ。ネット試験で例えば68点で落ちてしまいましたっていう方はこれはね PC 操作のですね影響が少なからずあるとは思うんですね。はいなのでまあそういうものも踏まえてまずはねペーパー試験でやってみるっていうのがね スタイルとしてはいいのかなと思いますので、まあ、ぜひねあのちょっと参考にしていただければと思います。はい、えー、ということでですね、まあ、私からお伝えしたいことをです、ね、まとめていくと、えーまあ、ある程度、ね、このネット試験でいつでも受けられるからって言ってですね、えー、バッと、ね、勉強してでさっと受けてっていうことをするよりも特にその2級とかね考えるんであればやっぱり時間をねある程度かけるとただまあその180日以上かけるのはかけすぎなんで、ね、そもそもねちょっとだれてしまうんで。 まあ、マックス180日として考えて23級をですね、えー、短いスパンで受けていくそして初回受験のためにある程度時間かけて勉強して実力をつけていく特に3級の時ですね、えー、勉強時間短くてパッと、ね、受けてパッと受かっちゃったっていうと、えー、逆に2級の勉強に支障を来す可能性があります、まあ、受かることはそれはそれでいいんだけれどもね、えー、ただちゃんとねこの実力をつけて受かってほしいというところですね,ね短い期間でも実力を、ね、つけて受かるんであれば全然問題ないんですよ。ね、はい とということと、えーまあ、初回の、ね、受験っていうのが一つキーポイントになってきますので初回受験のためにある程度時間をかけてそして気持ちの持っていき方としてペーパー試験の、ね、年3回の方が気持ちが高まるっていう方はね、えー、ぜひ初回受験はなんとかペーパーにしてもらってで万が一ダメだった時にネットでバババ,バッと受けて、えー、合格を狙っていくっていうのが、えー、おそらくね一番効率的に、えー、3級2級両方ともですね合格できる方法だと思いますので、まあ、ぜひねちょっとそれを実践していただければいいのかなと思います。はい ということですねもう時間30分ぐらい頂いて二生募金に関するね23級ねなんとか頑張って合格しましょうというですね動画を送りさせていただきましたぜひ私の方ですね一応財務会計じゃなくてごめんなさいね二生募金の3級と2級のね将棋講義を担当させていただいておりますのでぜひね皆さんのお力になれればということで講義の方もですね頑張ってやってまいりますのでぜひですね気になる方はちょっと検討していただいて一緒にね180日の中で募金をね 受かってそしてまたね次のステップに進んでいけたらいいなと思っておりますので、えー、もしねこう気になる方がいたらですねご検討の方を、ね、していただければと思います。はいそれでですね、えー、23級向けのですねガイダンスのは以上とさせていただきます。皆さん本当にお疲れ様でした